こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。国民党と民衆党の総統候補一本化の話し合いが11月23日も延長されて行われたようです。そうなんですか。そうなんです。当初は22日が一本化の話し合いの期限でしたが、総統立候補の締め切りは24日の17時30分のため、まだ時間はあるし、ギリギリまで頑張ろうよ的なことで、もう一人の立候補予定者であるグオ・タイミン氏も含めて台北のグランハイアットで話し合いが行われました。それで結果はどうなったんですか。結局何も起きなかったようで、立候補の締め切りを踏まえると一本化の破談が決定的になったという認識です。民衆党のクー氏は15日に合意した世論調査に基づく選出方法とは別の方法で決めようと持ちかけたようですが、国民党としては15日に合意した選出方法が自分たちに有利な条件になっているため、そこを譲る気はなく、それで何も進展しなかったようです。話し合いというか、単にどっちが折れるかというだけだったのかと思います。一本化しなければほぼ確実に民進党に負けるということは分かっていても、総統候補として出馬できなかった方はいろいろと失ってしまう可能性があるため、そもそも一本化は無理があったように思いますね。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。